東来城の戦いは、文禄元年4月14日から15日に行われた文禄慶長の役の初期の戦闘の一つである。富山鎮の戦いで、富山と周辺の取りを陥落させた後、日本軍は沿岸部の共闘法を確保する必要があったが、富山の内陸、北方数キロメートルの位置には、都語府である、東来城という城塞があった。これは、 山の地形を利用した山城で北のハンスに通じる主要道を抑える用地にあった。それで日本軍はまずここに向かった。4月13日の日本軍襲来の方に接して東来不死の創造権は上流の軍民を急いで集めるとともに両山軍主、長武氏警らに周辺軍民の集結を命じた。継承作動の指揮官である継承左兵士、李は 北の兵営城から到来城に入城したが、不山鎮陥落を知って顔面蒼白となり逃げ出そうとしたので創造権は押しとどめた。しかし李は、大将は自らの生命を危険にさらすわけにはいかない。不死が城を守れ。私は戦場から離れて指揮を取ると言って夜にわずかな手勢を連れて城を抜け出し、1 0トルほど引き返した。 ソ山駅で宿営した。富山で一晩休息した後、日本軍の一番隊の大部分は、翌14日午前6時頃には、富山を出発して、2時間後には、到来に到着した。間もなく、日本軍は城に接近して、五十に包囲し、近くの広場では城への突撃部隊も待機した。創造圏は、南門ンの上の木沢橋に陣取って、全軍を指揮し、 朝鮮の伝統に乗っ取りよう大孔を打ち鳴らして、兵士らをこぶした。小西行長は、前回の戦の前と同様、命への通過を許すため降伏するように求め、戦わばすなわち戦え、戦わざればすなわち、道を貸せと書いた木札を投じた。朝鮮側は今度は無視せず、創造権は木札を投げ返して、死ぬは安く、道をすは、ガタシと伝えて、要求を拒絶した。 日本軍は三度包囲攻撃したが、創造権は半日の間ずっと尊くを続けてよく防いだ。そこで、小西幸長は4月15日明け方、自ら軍を率いて到来の攻撃を指揮することにした。この時、敵将を生け取りにするよう命令していた。日本軍は山の手から侵入を試みた。城壁に取り付いてはしごをかけて登ろうとし、朝鮮軍は、 弓矢や屋根瓦を投げるなどして応戦した。到来城にはすでに、不山鎮の戦いにおいて、日本軍が火縄銃を使ったという情報が伝わっており、朝鮮軍は長い板の防弾立てを大量に作ったが、日本の火縄銃に対しては役に立たなかった。日本軍は腰につけていたのぼりを長い竿に結びつけ、片手で高く掲げて、朝鮮軍の狙いを狂わせ、 城内に侵入することに成功した。雪崩を打って侵入する日本軍に、大将僧を取りひさし、両山軍手、長武手刑、東来教授六卓に、女房将、公院官など、朝鮮側諸将は次々に討ち死にした。創造権は敗北を悟り、朝服姿になっているに登って探座して、動かなかった。しかし、日本兵が池取りにしようと囲んだので、 尖った靴で蹴って抵抗して刺された。落城の際、創造剣は奥義に、古城を突きがさり、大臣救わず君臣の義をもく不死の恩彼氏と辞世の句を書いて、角に、これを父に届けるように言い、生き耐えた。木内の制圧は二時間ほどで終わった。朝鮮軍は崩壊して改装した。到来の陥落後は再び多くの軍民が殺された。創始家臣の柳川長臣は、 想像権と面識があり、その意外を見つけて哀れに思い、棺に収めて場外に葬った。小西行長と衆議地は捕虜となっていた利彦茂に仮と乳味を求めるという内容の書を持たせて、朝鮮国王に届けるように解放したが、利彦茂は書簡を国王に渡すことなく破棄し、咎められるのを恐れて自力で脱出したと主張した。日本軍は到来城上の武器、 兵狼、牛馬などを接収し、兵の休養や負傷者の手当てのために2日間、滞在した後、さらに進撃した。釜山鎮に続いて到来まで陥落したという法を受け、両山、密陽、清道、テグなどの朝鮮軍は、それぞれの城内にあった物資を持って逃走し、小西隊は、無人となったこれらの城塞を難なく占領した。また、日本軍は、到来を手に入れたことにより、 共闘歩の安全が確保すると同時に、北へ向かう道が開かれた。富山と到来の城にはすぐさま守備隊が置かれ、富山港は最も安全な上陸地点として、機能し始め、翌月にはここで10万人の兵員と装備、馬、補給物資などが陸上げされた。富山から逃げ出し、利の行ける山駅の陣に合流した僕王は、到来陥落の方を聞くと、さらに逃走を続け、 4月17日にハンスン府に達して日本軍襲来を通報した。李は後に敵前逃亡を咎められて朝鮮朝廷により斬首刑にされている。ありがとうございます。